後ろでおじちゃんが漕いでくれてます。後ろ向いたらいつの間にかおじさんも足漕ぎしてました、ね、やばくないこの漕ぎ方、手で漕げばいいのに。おじさんが置いている手もね、ちょっと気になりますよね。どうやって漕げるんだろう。あの、回転しちゃってます、私が漕ぐことで。手漕ぎらしいので、まあ、足漕ぎであるということが、イケイケのお姉ちゃんたちばっかりですね。チップ、来ました、チップの様子。おはようございます、ちかです。まずはホテルの1階で朝食食べてきます。ほい、今回の宿の朝食会場こんな感じです。まずこちらがコーヒーですね。そしてお隣がミーサオ焼きそばとウインナーと目玉焼きです。こちらがバナナさんと食パン、そしてサラダにスイカにパイナップル、そしてヨーグルトとチーズまであります。で、下の方にバンクオンがありますね。種類は少ないですけど、結構ね、綺麗な朝食です。ドリンクもスイカとパイナップルかな。そして牛乳も持ってきてくれました。はい、こんな感じです。おい、取ってきました。こちらが本日の朝食です。まずはバンクオンから。最近に行ったホテルで朝食がついてたら、みんなにバンクオンをいっぱい取ってました。おー、つるつるそう。ベトナムかまぼこも美味しい。美味しいですね。種類は少ないなと思ったけど、一つ一つが結構美味しそうな、クオリティは高そうな感じですね。フライドオニオンもいっぱい乗ってて、手抜きしてない感じがいいですね。クリームチーズが置かれているところはね、プラスポイントですね。コーヒーはハーゼルナッツ風味のベトナムコーヒーですね。種類は少ないけど、本当に一つ一つは美味しい。料理上手ですね。どうせね、種類あっても結局ね、こういう定番の卵とパンとみたいな感じで食べるんで、まあ、これぐらいの種類でも十分かなっていう感じはありますね。美味しい。ただやっぱりちょっとこの価格払った朝食にしては、ちょっとしょぼいような気もしますね。味は本当に全部美味しい。このフルーツは綺麗だな、美味しそう。昨日パイナップルロールで食べたパイナップル美味しいよ。スイカも甘くて美味しい。ヨーグルトも、ね、置かれてるんで、まあいいか。ヨーグルトも1個買ったらね、6000ドンとかするんで。外国人があまり抵抗なく食べれる朝食ってなると、やっぱり5つ星からじゃないときついかもしれないですね。部屋の豪華さはモーンタンとかもあるんですけど、結局モーンタンの朝食もまあこんな感じですね。それにベトナム料理がもうちょっと種類増えるかなっていう感じです。洋食とかが食べたければ、5つ星以上じゃないとなかなか、ないかなって感じ。では朝食済んだので出発です。本日は古都ホアルンを中心にニンビン観光していきたいと思います。まずはニンビン観光のメインと言われているボートツアーに参加したいと思います。はい、今ね、駐車したんですけど、駐車料金がなんと1万5000ドンもしたので、ホテル目の前だから歩いてくればよかったな。ではこちらがチケットカウンターということなので、チケットをね、買って早速乗っていきましょう。チケットの料金はこんな感じ。入場料と乗船料2つ払わなきゃいけないみたいです。では出発です。後ろでおじちゃんが漕いでくれてます。一人で、ね、乗れるのかなと思ったらね、一人で OK でした。よかった。
出発してすぐからめっちゃ綺麗ですね。絶景です。仁敏省のメイン観光はこのボートツアーと言われていて、2大観光スポットがここタムコックと、もう一つチャンアンというところらしいです。ここタムコックの方がちょっと前から観光地化が進んでいて、ホテル飲食店が周りに多いということでね、こちらの方に宿を取って今回はねタムコックにやってきました。ちっちゃな橋の下を通過します。頭スレスレですねこの地形は1億年の時を経て、かつて海だったところが地盤の隆起によってこんな感じのねへんてこな岩がニョキニョキと生えてきたらしいです。見てください、こうみんな足で漕いでると思ったらね、後ろ向いたらいつの間にかおじさんも足漕ぎしてました。やばいやばい、写真を撮られたら料金を請求されるらしいので。仁敏省の2大観光スポット、ここタムコックとチャンアンは同じようにボートツアーで似た感じの景観をね見ながら進んでいくんですけど、いくつか違いがありまして、その一つにてタムコックの方は押し売りとチップの要求が激しいというのがあるらしいです。で今のところ押し売りの方は寄ってきてないんですけど、私の後ろでね漕いでいるおじちゃんも、まあ、今のところね優しい感じではあるんですけど、後からね多額のチップを要求されるのかと思うとねちょっと怖いですね。口コミでもチップの要求と押し売りが激しすぎて非常にがっかりでしたっていうのがいくつもあったんで、恐れております。この辺りは石灰質のカルスト台地の地形を生かして3万年ほど前から人類が居住システムを構築してきたなんて言われています。洞窟が目の前に広がっております。はい、洞窟に入ってきました。うわー、頭すれすれです、怖い、まだ先に行くのかな。洞窟の中は真っ暗ですね、ほとんど映ってないのかな。ヘッドライトもあんまり意味ないな。やっと洞窟を抜けました。頭がつきそうな。さっきね洞窟を通ったんですけど、ライト全然なくて映らなかったので洞窟仕様になりました。これでね次の洞窟はね中まで映るんじゃないかなと思います。こちらのタムコックのボートツアーでは洞窟をね3つ通るらしいです。ここでもチャーンとタムコックの違いがありまして、チャーンの方だと8つか9つの洞窟を通るみたいです。なので洞窟好きの方はねチャーンの方がね確実にいいですよね。すごい漕ぎ方ですね普通に考えてこの漕ぎ方ってちょっといやらしいですよね。皆さんねあっちから来るボートの方とかもまた広げて漕ぎ漕ぎしてるんで目のやり場に困るんですよね。ずっとせっかく綺麗な景観なんだけどちょっと伏し目がちになるというかやばくない、この漕ぎ方、手で漕げばいいのにこのねおじさんが置いている手もねちょっと気になりますよね。ボート漕ぎをね私がすることになったんですけど回って全然進まない重いな、どうやって漕ぐんだろう。あの回転しちゃってます、私が漕ぐことで。重いですねこれ、足でするってすごいな。おお。ただ回ってるだけで進みませんね、ギブアップ。もう交代してよ、これ重すぎて全然進んでないんだけどお、なんかちょっと上手くなったかもしれない。お、進んでるんじゃない。ふいや回ってるだけだわ、もういいよ交代交代。はい、2個目の洞窟が来ました。今回のは短めですね。どうなる、映るかな。ガチすぎてね見られるな。逆に今度は明るすぎるのかな洞窟の中はねめちゃくちゃ涼しい、むしろ肌寒いくらいです。おー結構映ってますね、こんな感じです。洞窟の中幻想的ですね。さすがはベトナム唯一の世界複合遺産です。3つ目の洞窟がやってきました。この小舟で通っていく洞窟でも先史時代の石灰岩でできた多くの考古学的な遺物が発見されていて、古代ベトナム文化を知る大きな手がかりとなり得るとされているらしいです。おお、頭スレスレですね、いてててて。こちらがタムコック名物の押し売りでしょうか。
来ました、いりません何も、私は朝食をいっぱい食べたので怖い怖い、いらんいらん、おー来ました、お今のところ押し売りっていうほどではないですね、おおおお、めっちゃ言われてるんだけど私いらないな、はい、おじさんには直接チップを渡すんで、はい、大丈夫です、じゃーん、今回はあまりやる気がないのかお昼休みなのか、良かったです、あまりひどい押し売りには会いませんでした、ちょうどね折り返し地点でこの押し売りの方たちが待っているようです、まさかのおじさんまで押し売りをしてて、あーいいいいらないいらない、あーいいちょっとあの結構です、あのすみませんありがとうございます、おまだありますか、あーいやいい、あの私はベトナムに住んでるのでそのようなものはいっぱい持ってるのでちょっといいかな、あこういう感じか、先に進めないからみんな諦めて買っちゃうみたいな感じなのかな、はい、もうね諦めてくれたようです、皆さん多分お金がある方だと見えるからね、うん、どうしても押し売りされるんでしょうけど、私みたいな人にはねあまり押し売りはしてこないみたいです、ありがたいです、空気を読んでもらってどうも、今ね橋まで行って折り返しているんですけど、こんな感じでタムコックのルートは一本道の往復なので行きと帰りで、ね、同じ景観になります、一方でチャーンは広範囲を一周するというルートになるので、その分所要時間は長くなるものの、行きと帰りで違った景観を楽しむことができるという点でもね、チャーンの方がいいという人も多いみたいです、私みたいにサクッとね見て回りたいという方はねタムコックの方がいいかもしれないですね、もうねこのボートツアーも終盤に差し掛かっているんですけど、私はねこちらのタムコックに来てね良かったなと思っております、というのもね後ろで見えますかね、このね足こきっていうのは他のところでは見られなくて、チャーンではね普通に手こきらしいので、まあ足こきであるということがこの素晴らしい風景にさらにね彩りを加えてくれるというか、印象深い、ね、ものにしてくれるという点で、足こきが見られるタムコックの方が私はおすすめかなと思います、ベトナム最初の独立王朝と言われている林朝がここを都に定めた理由として、この切り立った石灰岩が強固な城壁のように見えるためだそうなんですけど、本当にその通りですね、そんなのがあったらねなかなかね敵はね攻めてこなさそうですよね、はい洞窟の一つ目来ました、1回目にねちょっと映し出せなかった一番長い洞窟ですね、こんな感じで一番最初に通る洞窟の方は先がね見えないくらいちょっと長めの洞窟になっております、こちらにはねライトの設置は一切ないので私だけがね照らされている感じになります、誰もねライトとかは持ってきてないですね、天井もね少し高めです、一本道の往復とはいえね行きも帰りもね全然見飽きないですね、あとねもう一往復ぐらい行ってもいいくらいです、ほとんど皆さんね欧米からのお客さんですね、30以上の船とすれ違ってるんですがイケイケのお姉ちゃんたちばっかりですね南部のメコンデルタのマングローブ林を見ながらのボートツアーよりねこちらがやはり世界遺産に指定されるだけあって見応えがあると思います、おいそろそろ戻ってきますね、約1時間のツアーです、ちなみに水の色はこんな感じで茶色っぽい緑、チャーンの方が水の透明度は高いらしいです、えチップ、お来ましたチップの要求、チップをね自ら要求してくるスタイルですね、うん、まあ、ベトナムにチップ文化は特にないとは思うんですけど一応ね渡しておきましょう2万ドンくらいでいいかな、いくらThank you。はい、ということでチップを2万ドンお渡しして無事終了しました、2万ドン札、50万ドン札と見間違えるので一瞬ニコッとされて2万ドンかよっていう反応をされてしまったんですけど、それ以上要求されることはなかったので良かったです、さて先ほどから少し道の様子が変わったと思いますが、今ねショートのニンビン市に向かっております、
夜はどうせホテルのあるホワルの方に戻らないといけないので、先にニンビン市をぐるりしてから後ほどもう一度ホワルの観光名所に行きたいと思っております。ニンビン省のショートはね、ニンビン市なんですけど、やはり観光名所はことホワルの方に集結していて、観光客もそっちの方に集まるせいか、ホテルもニンビン市よりも私が今泊まっているタムコックのボート乗り場周辺が一番多いみたいです。早速かっこいいゲートが現れましたね。通過。昔都が置かれた地は今でも風情のある街並みなのでいいですね。何やらモニュメントが現れましたね。ちょっと寄っていきましょう。ではこちらが入り口みたいなので行きましょう。危なかしい細い橋ですね。こちらはコトホワルーの旧市街の再現版みたいです。おー、いきなり市街地から異空間に入ってきた感じですね。うわー、これは何だろう。奥の方はモニュメントがあって再現版みたいですけど、こちらに関しては長年の自然の力を感じますね。どこからか主が出てきそうな雰囲気です。こちらどうやら登れるようになってるみたいなので登ってみます。雰囲気怖いですが、まあ、ビルマなのでまあ大丈夫かな。トトロがいそうな雰囲気でもありますね。はいはい、高さ50メートルということなのであっという間に到着ですね。はい、頂上に到着しました。タツノオトシゴみたいなドラゴンがいますね。そしてこちらはぴゃーん、休憩所みたいになってていいですね。ここにお茶持ってくればよかったな。高さはあまりないですけど街中はよく見えますね。奥の方行きますともうナムリンです。ナムリンの街もねちらっと見えてます。ということで頂上はまあこんな感じです。見ての通り私以外に観光客はいらっしゃいません。皆さんね、こちらニンビン市の方に宿泊したとしてもね、今昼間なので多分ホワルーの方に観光に行ってるんじゃないかなと思います。ちょっとだけかなと思ったら奥の方までまだまだあるみたいですね。あ、ここから先がホワルー旧市街の再現版みたいで、先ほどのはねキーラン山といってね普通に自然の姿だったようです。そして入り口には三つ星ホテルの各山ホワルーがあります。綺麗ですね。では改めてホワルー旧市街歩いていきましょう。こちらもね誰もいないな。早速衣装が置かれておりますね。おしゃれですね。映画に出てきそうな感じではありますが、街中でワンピースとして着てもいけそうな感じ、かわいいですね。おー、ちょっと日本の着物にもね見えたりしますね、柄が。こちらはお土産ショップですね。基本的に、まあ、お土産ショップがちょっとしたカフェ、レストランみたいなのが入っているようです。ランタンがいっぱいでかわいいですね。本当に一瞬ホイアンの旧市街みたいだって思うかもしれないんですけど、近くで見ると建物が非常に新しくてホイアン旧市街みたいな歴史を感じる建物ではないです。奥の方行っても見事にお土産ショップばっかりですね。こちらの建物が当時のままの本物だとしてもホイアンの方が街並みは美しいのかなと思います。というのも建物が迷彩色なのでちょっと鮮やかさに欠けていますね。こちらは結構大きめのレストランですね。すごいおしゃれなレストランなので旅行で日本から来た時とかはいいかもしれないですね。お客さんも結構いるみたいです。こちらの旧市街は湖のほとりに作られておりますが、こんな感じでモニュメント2つね並んでおります。まあ旧市街といってもね200メートルの一直線に作り物の建物があって、その中にちょっとしたレストランとお土産ショップが入っているだけですね。これはさすがに人為的なものではないと思いますが、そろそろボキッといっちゃいそうな木ですね。そして最後こちら高さ25メートルの大きなパゴダの復刻版が建てられております。ドドーン。こちらも近くで見ると新しいのが見え見えなので、もはやおしゃれな建物といった感じですね。
こちらは湖の真ん中に建てられていておしゃれですね。湖に建てられている方も全く同じなのかな。私には全く同じように見えますね。新しく作られている感じがどうしても強いので、そういった古風な感じをモチーフにしたカフェか、もしくはそのあたりのちょっとお金持ちの方の豪邸という感じに見えますね。あれ、ちょっとここ扉が開いてるんですけど、なんだろう、仏壇ですかね。真ん中にいらっしゃる方がかなり若い方で、歴史の中の人とは思えないんですが、ここは何なんだろう。すごい豪華ですね。ほい、こんな感じで、まあ、フォアルの方からこちらに来るとちょっとしょぼいなと感じてしまうんですけど、夜になるとこちらはライトアップされておしゃれな雰囲気になるみたいで、よりね、見応えがあると思います。では市街地中心部をサクッと見ていきましょう。フォアルは観光地ではありますが、やっぱり田舎の街並みです。対してニンビン市は割と都会ですね。何でもあります。こちらに泊まった方が便利ではありますね。おそらくこの通りチャンフンダオ通りがメインストリートになると思います。一番ね、賑わってる通りですね。高層ビルはほとんどないものの、交通量に店の数、雰囲気全然フォアルーとは違いますね。フォアルーとニンビンは10キロ弱しか距離的には離れていないんですけど、人口が全然違うようですね。私の宿泊しているタムコックのボート乗り場周辺なんて、観光客か観光客相手の商売をしている人しかいない感じですね。なんで自動的にジュースを買うだけとかでもお高くなりますね。ただ飲食店は割と安いみたいなので、今日の夜ご飯はホテルの周辺でね、食べてみようかなと思っております。ではもうお昼過ぎたので、お昼ご飯はニンビン市内で食べていきたいと思います。ニンビンの名物料理の一つにブンチャーが挙げられていたので、ブンチャーの有名店に行きたいと思います。ハノイのブンチャーとはね、一味違うらしいです。こちらの通りですね。もう閉まっちゃったみたいだな、最悪。はい、ということでブンチャーニンビンはもう諦めます。ニンビンでブンチャーは朝食べるものみたいですね。どのお店もお昼にはもう閉まっちゃうみたいで、営業時間よりね、先に閉めているところが多いみたいです。では切り替えまして、バンダーカーローという麺もニンビンの名物らしいので、バンダーカーローのお店に向かいます。ということで本日のお昼はこちらでいただきます。はい、バンダーカーソーやってきました。いただきます。久しぶりのバインダーです。この茶色いきしめんみたいなのがね、バインダーという麺です。南ではね、あんまり食べれない麺ですね。うまい。方よりはすごいつるっとしてて、ぷりっとしてて、ちょっとコシがある感じですね。おいしい。だしも癖がなくておいしい。ちょっとうどんのだしとかにもありそうな感じのスープです。こちらの麺の具材はバインダーという麺の上に大量の葉っぱみたいな緑のお野菜を乗っていて揚げ魚、そしてフライドオニオンが乗ってます。倍賞千恵子再び。ここのお兄さんイケメンですね。こちらの揚げ魚は淡水魚だけど、揚げてるかな、全然臭くないですね。日本名だと木登り魚とかいう名前だったと思います。これはあんまり食べれないっていう人はいないんじゃないかなっていうヌードルですね。こちらに入っている白いのは何だろう、タケノコの唐辛子漬けかな。これもね、加えて食べてみます。辛そうですね、唐辛子山盛り。めっちゃ辛い。あ、すっごい美味しい。タケノコの激辛ピクルスです。
私これねカーローとか言ってるんですけど、本当はねカーゾーですね。ここら辺のお料理なのでちゃんとねハノイ読みをしないといけないですね。こうやってね撮影していると YouTuber かっていう風に結構聞かれるんですけど、その時も南の言い方だとユトバーみたいな感じなんですけど、ここら辺の人はズトバーって言ってくるからちょっと面白いなって最初思いましたね。最近はもう慣れました。ここら辺ではねズトバーです、はい、ごちそうさまでした。あっさりとすっきりとしたスープにきしめんでどこか日本食を思い出すような優しい味わいの名物麺でした。ボリューム満点でお腹いっぱいです。ではニンビン市街地ぐるりと回って、だいたいね市内の雰囲気つかんだのでホテルのあるホアルーの方に戻っていきたいと思います。はいはい、今もうホアルーの方に戻ってきているんですが、ニンビン市とホアルーをつなぐ道は高速道路みたいな感じの一直線の綺麗な道なので、もしねバイクを持っているのであれば簡単にホアルーとニンビン市は行き来できますね。タクシーであったとしても1日で何度もね行き来できる距離なので、宿泊もね好きな方にすればいいと思います。あっという間に戻ってきましたね。やっぱりこっちに戻って思うのは、こちらホアルー側の方がニンビン市ならではの雰囲気や景色を楽しめるので、個人的にはねホアルー側に宿泊して街歩きを楽しむっていうのをおすすめします。それではお次、これまた有名人気観光地ハンムアというタムコックを上から見下ろすことができる洞窟に行ってきます。この辺り一帯がチャンアンの複合景観ということで、ベトナム唯一東南アジア初の世界複合遺産に登録されています。自然遺産文化遺産両方の価値を兼ね備えている場所が登録されるということなんですが、もうねバイクでチラッと走るだけで納得の景観でございます。ここですね、駐車場がありすぎて一番近いところに止めましょう。ってことでハンムアムア洞窟到着、こちらから入場です。ちなみにここも駐車料金は15,000ドンとねちょっとお高めです。まずはこちらでチケットを買わないといけないですね。チケットの料金はこちら大人1人10万ドンです。ってことでハンムア入場です。はぁ、これから500の階段を登らないといけないらしいです。入場料10万ドン、駐車料金15,000ドンと結構な金額を払っているので、頂上までねちゃんと頑張りたいと思います。いきなり道分かれてますが、ハンムアに来たのでとりあえずハンムアを見に行きましょう。誰もこっちに行ってないですね。山をねいきなり登ってる人たちが多いです。ほい、こちらがムア系別洞窟みたいです。あれ、洞窟自体はねあんまり大したことないのかな。正直ねちょっと意外にもしょぼい洞窟でしたね。中入っていきましょう。短めの洞窟ですね。中の方行くと結構奥まで続いているのかな。先ほどの、ね、洞窟結構迫力あったのであんまり感動する感じではないんですが、こちらはね観光地用にこんなライトとかも照らされていて、まあ、行きやすいっちゃ行きやすい感じですね。ちょっとトンネル感があります。ちょっと奥の方行くと閉所恐怖症の私としてはあんまり好みじゃない環境ですね。ここら辺はちょっと低くて、ああ誰もいないから怖いな。と言ってもここで終わりですね。奥まで行っても光がねまだ見える程度の短い洞窟なので、閉所恐怖症の私でも恐れることなくね入っていける程度です。洞窟全体を映すとこんな感じです。天井も高めで素材もコンクリートっぽいので洞窟というよりはトンネルっぽいですね。ここはムア洞窟という観光地ではありますが、メインはドラゴンのいる山みたいなので、もうさっさとね階段登っていきたいと思います。こんな感じの階段をガンガン登っていきましょう。よいしょ。景色は素敵ですがなかなか険しい道のりです。階段がねかなり急なので階段の数以上に疲れると思います。
はい、ではラスト、本当の頂上を目指してこの一直線の階段登るのみです。フラフラ、はい、やっと頂上に来ましたと思ったらまだ半分でした。まだまだあります。こちらが中間地点からの眺めです。もうこれだけで十分すぎる絶景です。奥の方に先ほど乗ったボートツアーの、ね、船が行き来してますね。では次こそラストです。こちらの急すぎる階段の奥にドラゴンがいます。行きましょう。はい、ってことでついに頂上到着です。先ほどボートツアーで眺めていた岩の上までやってきました。めちゃくちゃしんどかったんですけど、一気に疲れ吹き飛びます。肝心のドラゴンはというと、ここめっちゃ怖いな。滑ってこけたら一発で死にます。こんな手すりは意味がないんですが、結構みんな攻めますね。どこにいるの？ちょっと私行けません。ここから先ちょっと怖すぎて、ここから眺めます。こちらにドラゴンはいらっしゃいます。もうちょっと前行くか。こちらです。どうでしょう、皆さん上まで行ってる方もいますが、私はビビりなので、こちらから頂上からの景色です。あ、ドローンを、ね、飛ばしている方もいます。これドローン飛ばしたらめっちゃ綺麗ですね。はい、無事麓まで降りてきました。麓からの景色もこの通り絶景です。ということで疲労困憊です。一度ホテルに戻ってカメラと自分の充電をしてからね、また夜ご飯出かけたいと思います。ホテル周辺はこんな感じで、レストランはたくさんあるので、この辺りで口コミがいいお店を選んで後ほどね行ってみたいと思います。ではまた後で、バイバイ。では真っ暗になったので夜ご飯行きます。こちらボート乗り場です。夜はすごいことになってますね。バーバスだそうです。ギラギラのバスです。こんな感じでいろんなレストランが密集しております。今回は口コミが良かったこちらのお店に行ってみたいと思います。揚げ春巻きいただきます。わー、揚げたて美味しそう。うん、のベトナムの揚げ春巻きの皮が薄い感じがいいですね。春雨がいっぱい入ってる揚げ春巻きです。胡椒もすごい効いてる。うまっ。竹の子もいっぱい入ってますね、野菜と一緒に。やっぱり揚げ春巻きはベトナム料理が基本的に食べれないという外国人でも食べれるメニューなので、この辺りのレストランはどこもね置いてるところが多いです。うん、欧米人はみんなハンバーガーとかピザをね頼みがちなんですけど、まあ唯一ベトナム料理で揚げ春巻きとかを頼んでる感じですね。うん、おーい、お次はチャーハンと各種おかずが到着です。まずは揚げ豆腐のトマト煮からいきましょう。うーん、うまい。トマト感が強い。南部のトマト煮ってすごいね甘いんですけど、北部に入ってからはね甘ったるさがないのでトマト煮はね北部の方が美味しいですね。うん、比較的シンプルな味付けで美味しいです。うん、フレッシュトマトがいっぱい使われてるので、ケチャップのね無駄な甘さとか人工的な感じがないのがいいですね。豆腐の中まで、ね、トマトが染み込んでますね。うん、そしてお次、こちらがね豚肉のチャーハンです。美味しそうだな。うん、焼肉ピラフみたいな感じ。野菜もコールラピっていうのかな、いっぱい入っててシャキシャキしてて美味しい。うん、美味しい。無駄な癖とか一切なくて、野菜もいっぱい入ってて本当に美味しい。肉も柔らかい。うん、ステーキ屋さんで食べるガーリックチャーハンみたいな味。
そしてこちらはね、ド定番のひき肉とネギのねベトナム卵焼きです。おいしい。ネギがニラ玉みたいにいっぱい入ってて、ネギ焼きですね。おいしい。北部の方が日本人の舌に合うみたいなの聞いてたんだけど、本当にそうなのかな、それとも差し障りがないような外国人でも食べれる味付けにしているのか。うん、ベトナムの卵焼きは魚醤が効いてるので、そのまんまで食べれちゃいます。この卵焼きに関しては安定ですね。どこで食べても外すことは特にないです。そして同じく外すことはない空心菜炒めです。これはね、季節の野菜の炒め物っていうので頼んだんですけど、多分おそらくずっと空心菜ですね。写真だともやしとかが乗ってるレバニラみたいな感じだったんで頼んだんですけど、まあ普通です味付けがでもすごい美味しい。ニンニクが効いてて、ニンニクソースが、今日は山をね登ったのでめちゃくちゃお腹空きました。昨日無駄な帰国をしてすごい動き回ったので、ちょっとね朝から体がしんどかって、さらにあの険しい山を登ったのでめちゃくちゃ今も疲れています。この辺りは欧米人がすごく多くて、同じようなお店ばっかりあるんですけど、どこもね口コミいいです。で、私のねホテルも口コミすごい良かったんですけど、ちょっとねレビューを頼んでいるところが多いので、あまりね信用ならないかなっていうのはありますね。実際にはねほとんど同じものを提供している感じで、誰かがね初めて売れたからかな、ここら辺のお店はほとんど同じ感じ、なんちゃってベトナム料理、なんちゃって欧米料理みたいな、そんな感じです。ここら辺の店のオーナーさんはね、みんな5をつけてねってお客さんに依頼してるところが多いので、自動的に評価がかなりいいっていうね、そういうシステムです。はい、ということでごちそうさまでした。ホテルに戻ってきました。昨日今日とね無駄に体を動かして、冷え気もねすごいしたので、体が疲れて編集する気力もないので、次の移動に備えてもう寝たいと思います。ではまた次回、おやすみなさい。バイバーイ。